ました。なんか暗い、今日も暗い。え、気のせい？なんか暗い。あ、来た来た来た。遅くなってごめん。今日は君だれでした。2週間ぶりの君だれ。はあ、明るいよ本当。じゃあ私の携帯の問題か。うん来た。見てた？ありがとうございます2週間とことがしかないけど、2週間17チャイ、そう17チャイです。あ、でも今日はね、さゆやさんと初かな、めこちゃんも初、私と一緒にあの君誰に出るのは。うん、そう、ポンさんは1回だけかな。そうだからすごく新鮮な感じそう、前は元チーム B のメンバーが多い。そうとかドラニの子は多いかな。私はちょっと待ってね。ちょっと待ってね。初公演2周年おめえ。時間経つのが早い。17歳の時だったからね。そう17歳。もう2年。え、今日は 17? え、忘れちゃった。ありがとうございます。あ、確かに。4月17。もう2周年だ。もう2年か。どうしよう。今きつい。本当にちょっと忘れちゃった。初公演2周年おめでとう。で、そう、ありがとうございます。そう、もう2年早いね。そう、うん、17歳の時はね、そう覚えてる。あの日は本当に結構緊張した。そう本当に、でもたくさんのいい思い出もありました。メンバーみんな優しいだし、そう、まあ自分がうまくできなかったんですけど、でもね、なんていいかなでも本当にあの時本当に毎日練習してた。そうやっと公演にできて、初めて公演の時は2回くらいや。うわー覚えてる、やばい。そう本当に、はあ、もう2年だ。1回目と2回目の時はなんだっけ、あの天の声さん、声さん通訳してくれて。そうですね、あの時日本語はね、みんなと会話できなくて、そうそう、わあ恥ずかしかった。ヘビロテ最初でした。まあヘビロテは最初でしたけど、そうだけどそう、でもね、公演はヘビロテはただワンハーフの一曲だけど、公演はね十何曲だし、ヘビロテはずっとファンの時からずっと聴いてたので、もともと歌える
けど、公演だったら歌詞は勉強しないと、もう覚えなければいけないし、一番できないのはやっぱり自分一人だけじゃなくて他のメンバーもいるから、立ち位置とか動線とか全然わからなくて、そう、初めてリハーサルの時はめっちゃ邪魔になっちゃって 、できなかった。本当にみんなの迷惑ね、みんなに迷惑かけて悔しかったんです、結構。あれ、もう2年か、2年 時間早いな。今日は泣く日じゃないんですよ。泣きません。なんで？ただ時間早いな。あの時は本当に全然できない、今もね、できないんですけど、今も全然できないんですけど、でもあの時はね、もっと テレビ用メイクしてる、いや、そうでもないけど そう、思い出、もう2年か。ちょっと悔しい ちょっと悔しい。2年だけど、もう2年か。2年なのに、あー悔しい そう、2年経っても17歳。そうですけど、ね、公園で あ、確かに。でもこの間、先月か、そう、まさか初センターですよ、あのジャバージャ公園で初センター、めっちゃ緊張したよ。そう。でもね、最近公演がなくて、全然ないんですよ、最近。今月？まだ。本当にない。前の公演はいつだった？本当にない、公演は。ちょっと待って、やばい、もう1ヶ月以上経った。あ、1ヶ月、あ、まだ経ってないけど、先月は20日経ってないけど、でもほぼはね、最近公演がない、全然ない、そう、休館日多い。でも今日ね、新しい公演もあって、るし、これからなんか研究生公演もたくさんあるよね。そう、でもマシャリも全然出てないんです、2つとも。ちょっとなんか公演スケジュール確認ね。そう、休館日合ってる？そう、もうティーチャーになっちゃいそう。そうだよね。そうだよね。もうティーチャーに。じゃあ、ジャバー1回だけやった。1回だけ。ちょっと悔しい。そう、これから、わ、いっぱい、ちょっと。すごい。これから。全部。
アンナ先生と研究生の講演だっけ今月待ってくらい。へーへーへー、なんかチャリン公園出れない、でもやっぱり公園に出たいな、そう公園出たい、なんでいいかな、公園は一番あのファンの方と近い距離でパフォーマンスできる場所、まあライブとかなんか全楽とかコンサートでもダンスできますけど、パフォーマンスできますけど公演は一番近い、一番ね距離が近いし、すぐに一番近い距離で力を伝える場所だと思うので、そう公園をね出たいな、かもしちょっと待って充電あった、ごめん、なんだっけ、確かに公園はなんかね位置近いから、あずきたち、あずきの目線はマチャリンを離れたらすぐにわかる、わかるよ。あずきなのにマチャリンを見てない、わかるよ、見てるよ見てるよ、バレてる、まあ後ろの方は見えないですけど前の方はね見てるよ、見てるよ、あつきなのにと思う、マチャカメラ、マチャカメラ、ガンミあつきはガンミね、でチャリンがいないと思って、ユニットは1曲だけだけど他のは全然いるよね、そう誰なら見てもいい、誰なら見てもいい、どういうこと、ちょっと悪い顔してるわらね、だってちょろいはダメちょろいはダメ、あ、目悪いのに見えるの、だって目線は違う、わかるよ、わかる、目線はね、そう、なんか公演の時は他のメンバーをガン見してる、あつき覚えてる
覚えてる、覚えちゃった。そう、ちょっと悲しい。めっちゃ好きなのに と思った。ね、目が合わなかったらアウト 実はそんなに厳しいじゃないね でもね、前の公演はね、前の公演、そう、ジャバジャの時のあの公演はね、あの日なんか小豆が結構いました。あの日びっくりして、えっ、あっちもあずき、こっちもあずき、あれもあずきと思った。あの日は結構いました、あずきが。そう、普段より全然多かった。で、結構なんか握手会いつも来てくださってる方が結構いる。そう、あの日は、なんかこしあん、こしあんたちも、こしあんたちも行ったかな。そう、握手会のね、結構いました。びっくりした。なんかショールーム選抜の方も一緒に行ったって。そう、なんか位置も、なんか座る位置はね、隣で、一緒に来ましたか、一緒に来たよって。たまたまじゃないらしい。そう、はあ、みんな本当に仲良くなったなと本当に感じました。そう、全部監視 なんか怖い リアル、あ、好きたち？ショールーム選抜なんていうかな、ステージ選抜？ステージよく聞いてくださ、見てくださってる方？いなくても、なんか握手会よく来てくださってる方とか。そう、安定のあずきたち そう、豆豆 ね、でも私のあずきたち本当に優しい。なんかショールーム選抜 の方じゃなくても声ね、なんか握手会で、さっき丸々さんと何話したよって、へえへえと思う時もあるし。そう、結構よくある。そう、そう、だから本当に嬉しい、あつきたちがそんなに仲良くなって。報告するの？私に？抹茶も感動、当たり前じゃん 抹茶も感動だよ。顔が広い小豆、だよね。そう、なんか小豆の顔結構広いよね なんか、小豆の顔、そう、本当にいつもね、握手会めっちゃ楽しい。
何聞こえる？あ、月。顔が大きい。大きさじゃなくて広い広い。うん、そう。マチャリン顔小さい褒め言葉かな。うん、悪口じゃなかった。ま、丸い？そんなことないよ。面積じゃないんですよ魔女の顔の大きさ、これこれ顔なし？顔ない厚木と同じ大きさ。厚木顔なし。でも顔な、うんうんちょっと落ちます。さすが抹茶と小豆ピスケの顔とどっちが大きいの？ピスケの顔結構大きい。ピスケの顔はね、本当に結構大きい。うん、確かにってピスケほぼ顔？そうですね。ピスケの顔どこまでだろうな。なんか首がない、首？首じゃなくて、ここはなんだろう、ここ、ここはどこだろうな。え、首？首？え、首？そう、ピスケ首がないから顔はどこまであるんだろうなうん、ね、今日はね、これ中に充電器がある。で、君誰の時はね、これも、なんかバッグの中で持ってきたら、そう、ポンさんが見て、これピーピーピーピスケですなんかマチャリのイメージと言われました。そう、かっこいいっしょ、かっこいいでしょ、めっちゃかっこいいそう、充電器入ってる、便利。うん、かっこいい。うん、かっこいい。旦那さんの頭、あけ、いやいやいや、で、違います、これ違います。まだ白い、白いね、結構白いね、よく使ってるけど白い。ポッチ、うんうん、頭開け、やだ、まだ白い、まだ白いの怖、うん、まだ白い、大丈夫。そう、
これから茶色 黄色くなる。いやいやいや、大丈夫。本当にこのね、このピスケはね、大きいから、洗ったら中にはね見えないから、そう乾燥できないので、カピスケになる可能性が高いけど、他のピスケは小さいからこの問題がない。カビスケは嫌だ。そう、他のはすぐ乾く。だけど、このピスケはね、うちのピピピピ ピくん ピスくん、そう、ちょっとはね、大きいから、そう。ピックン、ピスクン、ピスちゃん、ピーちゃん そう、大きいからカビスケになる可能性が高すぎて。そう、そう、一公里が、もう梅雨の前、読み方忘れちゃったの前。どうしよう。でも最近は雨。どうしよう。月いつ晴れる？調べる。木曜日？木曜日、金曜日、土曜日。じゃあ木曜日洗おう。木曜日洗う。そう、今日は雨だ。明日も雨。なんか今日めっちゃ寒くなったね。あ、明日もっと寒い。明日もっと寒い。明日もっと寒いか。でも前、小さい頃はね、雨が好きだった。今は好きじゃない 今は好きじゃない。なんでだろうな。そう、小さい頃は結構好きだった。小さい頃というか、社会人になる前 高校生の時まだ好き そう、なんで好き？なんで？なんか太陽が苦手 なんかね、強い太陽苦手。なので、か、そう、雨だったらね、体育コーナーがしなくてもいい、雨だから言い訳ありますとか、なんだろう、そう、暑いじゃないですか、晴れてるなら。でも雨は涼しいとか、雨はなんか面白い。なんか雨は寒かったんですけど、お風呂入ってめっちゃね、わかるでしょ、はあ、暖かいなー、もっととか、もう雨がなんか落ち着く。雨降ったら落ち着く。なんか雨も遊べます。でも今は違う。今はなんかめんどくさい。傘持ってなかったら終わるとか、髪の毛ボサボサになっちゃうし、湿気も
高いし、洗濯物も本当に、洗濯物は一番めんどくさいとか、そうだよね、いろいろ、なんか雨の時は風が強くなるんじゃないですか。怖い。多分一人暮らしになったからかな。そうだからなんか怖い。現実的な考え好き？まあそうだけど、そうだけど、でも でも出た。まあそうですけどね。年齢のせいだよーって。そう、一人暮らしあるある。現実的アイドル。 そう、一人暮らしになったらいろいろ、まあ仕方ない。でも結構本当に慣れてる、最初から一人暮らしって。ああ、そう、全然、まあ家に出た時はもう、なんだろう、2回3回目3回目の17歳から、そう、一人暮らし。そう、もう子供じゃないからね。17歳なのに、そう、17歳だけど、もう3回目、あの時は。そう。 17歳を忘れちゃったべ。17、子供じゃない17歳。そう、大きい子供。 何回目が大事？そう、大事だよ。1回目は子供？ 1 回目もちょっと微妙。まだ本当に16はちょっと若いな、18はちょっと大人な、17は一番、ちょうどいいだと思ってます。そう、ちょうどいい、こだわる、そう、ちょっといいなと思ってる。 10回まで言うの、どうしよう。でも今は17歳です。将来のこと、将来考える、だけど今は17歳です。将来のこと。そう、あ。 もう最年長な、最年長。いや、でもね、今日の君だれはね、私一番年下、17歳だから。はは。そう。でも、なんか、質問、マチャリは何歳ですかって、最初答えてくれたのは誰？メグちゃん？ 21 歳って、違う、21歳じゃない。 じゃない。そう、でもみんな同じくらいじゃないですか。同じくらいですよね。そう、今日のメンバーみんな同じくらい、そんなに変わらないよ。
正直すぎる。 いえいえいえ。現実逃避？同じくらいなんだ。そうだよ。誰とも同じくらい。そう。あんまり変わらない。そう。みんな若い。マチャリも若い。日本に来て何年目？ 3 年目。そう、今は3年目。そう、もう2年経った。うん、先月 2月の時。2年、2周年だから。そう。で、今日は公園に出て、2周年。そう、もう日本に来て2ヶ月未満か。そう、こう言ってきました。 そう、今3年目。昨日はね、マネージャーさんと LINE して、最近頑張ってる？と聞かれて、あ、昨日か。そう。で、なんか、風邪、花粉症です、最近は。で、花粉症？まだ3年目なのに。そうですね、日本に染まるスピードは想像より早いね、と 言いました。そう、もう、早いね。もう3年目だけなのに。3年目なのに染まった、日本に染まった。そう、花粉症。なんか、でも風邪でも、風邪でももう2週間だよ。だから花粉症だね。風邪じゃないかな。もう早いね。3年目、2年経ったばかりなのに。もう、花粉。つらい。日本の国民病？国民病。つらい。花粉症つらい。国民病。国民病、そう、国民病、もう。今日の気乱れの途中も、一回めちゃくちゃくしゃみしたかった。我慢したんですけど、我慢して、もう終わったんですけど、なんか、結局、しなかったんですけど、なんか、その後は涙が出ちゃいそう。やば、やばい、涙が出ちゃいそう。あ、我慢してた。危なかった。めぐちゃんくしゃみしたよ。 まあ仕方ないよ。花粉症は仕方ないよ、本当に。くしゃみ希望？今はくしゃみしていいよ。 もうタイミングはね、もうしたくない。くしゃみよりあくびしたい。眠い。さっき電車で寝てたんですけど、そう、電車で寝てった。ちょっとはね、2回寝てった。 2回寝てった。けど、ちょっとだけね。
電車眠くなる。そう、爆睡配信する。やだ、珍しい。いえいえいえ、大丈夫。なんか家は遠いから、2回寝ても時間余裕だった。 でもね、一応私アラームも設定するからね。そうそう、わかる。ダブル ちゃんとね。ね、今日は君だれの前はちょっと仕事やった。すぐに終わったん、仕事だけど。でもそう、とりあえずね、家に出て、そうで、君だれの間に2、3時間あった。2時間半くらい。そう、ああ、フラフラしてた フラフラしてたけど、そう、眠い。もう本当に眠い山の出線2周。いやいや、結局なかな、な、な、しない、しなかった。そう、フラフラして、そうね、フラフラしてた。本屋さんも行ってた。本屋さんがあると2、3時間、5時間でも大丈夫。5時間ちょっと長いけど、そう、3時間でも大丈夫。本屋さんが好き。そう、雑誌見てるの？見てる、雑誌見てるよ。雑誌見るのは好き、本当に。そう、うわ、めっちゃ好き。だから今日も見て幸せ。ファッション誌、ファッション誌も読んでる。そう、今日も読んでた。そう。でもその後は君だれだから、持っていくのは重いから、買ってなかった 買ってなかった恥ずかしい。買ってなかったんけど、ちゃんと読んでた。そう、もう人ひどい。でもね、ドリル？そう、ピスケに任せろ。何？読めない。立ち読みじゃないよ。ちゃんと座ってった 椅子があります。座り読み、そう、座り読み。椅子ありました。
座ってたのが、座ってた。座れる本屋さん、いいね。そう。座りを見て着る本屋さん増えてる。そう、増えてる。いいね。ああ最近ちょっと前は買ってなんかいろいろ買ってったんですけど、最近はちょっと我慢しようかなと思って だから最近あまり買ってないけど読みます。買ってないんですけど読みます そう、本当にいろいろ勉強できる。そう、コーデとか最近流行ってるとこととか、モデルさんのポーズとか表情とかいろいろ勉強できます。勉強だねって。生写真のポーズ、生写真ポーズの勉強、でも違いますね。生写真の撮影と雑誌の撮影の感じは全然違う。そう。なんていうかな、なんか雰囲気も違うし、なんか雑誌の撮影はね、なんか道具があるとか衣装によって違う表情とか、そう、目線もね。でも生写真だったら、そう、なんか雰囲気違うから。そう、生写真の目線は全部カメラ目線じゃないですか。ドム撮影が好き？でもどっちでもいいところあります。そう、でも、どっちが好き？でも雰囲気のなんか色できるのは雑誌の撮影かな。そう、撮影 元に戻った 撮影、そう、種類違うけど雰囲気、撮影、撮られたい人？撮られたい人、まあそうですけど。ちょっと待って。UTV プラス、この前見たよ。新川優愛さんに雰囲気似てるね。本当ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。めっちゃ本当に嬉しい。大好き。本当に嬉しい。今日は
本屋さんも見た。なんか表紙でマチャリの名前があって、あ、マチャリの名前や、中はマチャリの写真があるんだと思った。 そう、嬉しそう、本当に嬉しい。え、本当にしてるんですか？ファンです、ファンです、してますよ、ファンです、めっちゃ好き。 2012年の GT を見てファンになりました。そう、そう、めっちゃ好き。 そう、結構前に、1年半前も一回雰囲気似てるねってと言われて、めっちゃふわーワクワクしてた、ふわーって。 そう、最初は GTO の時見て、そう、ファンになった、あの時からかな。あの時何歳？こう1、高2、高2かな、高2、2000、2012年、高2、高1、高2くらい、そう、の時、2012年の中継を、でも2013年の時見たかな。2012、2013の時見て、そう、あの時、ほぼあの時から日本のドラマにめっちゃ夢中になった。最近はちょっとなかなか見てないんですけど、最近はね、この2、3ヶ月はちょっと忙しいのでちょっと見てなかったんですけど、本当に大好き、日本のドラマは。そう、年齢変わんない。 そう、あの時は16ちゃいかな、16ちゃい、16ちゃい、15ちゃいの時はね。そう、あ、最近じゃん、16ちゃいだったら最近。マイナス1回目の17ちゃい。 マイナス。 そういうのもある。 最近、まあ最近はね、最近のこと、1回目の今日ね。 5回目の去年が、大丈夫、マチャリは永遠の17歳だから、そう、大丈夫よね。26分、あ、そろそろ1時間、そろそろ終わろうかな。出たー、ずっと待ってました。実はもともとめっちゃ眠いから、もともと30分配信したかったんですけど、ある理由でずっと配信しました。何の理由でしょうか？何の理由でしょうか？すぐに答えてくれた。なんか本当に
最近全然会ってないんです、本当に本当に会ってないんです、寂しい。うさぎ持ってます、かわいいうさぎ。そう、なんかこの間もずっと最近中に会ってないなと思ってるけど、あの「君だれ」の前は 今からです あの「君だれ」の前はメッセージ送ってくれて、なんか「君だれ見るよ」って言ってくれて、そう、めっちゃ感動。かわいい。そう、まっちゃん見てますよ。今からでーすって伝えてくれてありがとうございます、あずきが。うん。あ、どこに？ここでーす。ちょっと待ってね。あ、ここでーす。ハート。今日はどうしたんですか？花粉症ですか？え、今日大丈夫ですか？そうなんだ。いますよ。ここです。ハートだって。見つけた？なんか見つけちゃった、ハートみたいな感じは、わかる？わかる？見つけちゃった、ハート。見つけちゃった、恥ずかしい。手話大丈夫かな？なんか。ちょっと待って、マチャリもう下、1、2、3、4、5、6回目います。なんか本当に最近ちょに会ってなくて、なんか悲しい、めっちゃ悲しい、寂しすぎて、なんか今日 LINE してくれて本当に嬉しかった。うん。もう元上に行きたいな。写真撮ろうと言われ、あ、次は飛ん、じゃあ飛んでるところで撮ってください。やばい、今撮られてる。じゃあピョン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 、充電しないと。やばい、もう一度。あ、飛んでる。マチャリ充電中。言わなくてもいいよ。早く会いたいんです。最近全然会ってないんですよ、もう2週間くらい。公開ラブラブ。
あたあき。マチャリンが会いたがってるよ。私も会いたい。聞いてた？ね、私も会いたいって言ってた。うわ。公開株。今何の時間？ラブラブ時間です。本当に最近会ってないんです。本当に会えてないです。そう、最近全然会えてないんです。なんか寂しい。本当に今度いつだろうな。30日は握手会あるんですけど、その前はやだ。そう、あのね、なんだっけ、ちょの何、君だれ、君だれ、配信見たいから今まで起きてた。すごい、嬉しい。え、でも超大丈夫ですか？花粉症ですか？あと眠かったら 寝るんだよ。うーん、でもなんか超にあって、あって見て、なんか幸せ、満足した。早く会いたいです。すごい会いたい気持ちをね、お互い伝え合ったりとか。あー、月たちがここに来ました。なんだっけ、今日チョはいつ頃配信しますかって聞かれて、私はいつも通り11時くらいかなって、夜の。そしたらすごい可愛い。あの一言言われても嬉しかったです。本当に。これ話していいのか分からないんですけど。あ、全然。そう、すごい。うわ、すごい。うわ、本当にね。あ、癒されました。もう満足。じゃあ問題、マチはどんな一言を私に言ったでしょう。問題聞きましたか？何のこと言ったの私。まあ、LINE ネットで。 LINE 本当に、いや本当に嬉しかった。なんか私も何愛してる。何を言ったのか私。うん、そういう感じ。うん、そういう感じ。惜しい。そうです。ハグしたい。ハグしたい言ったとか多分。でも今日じゃなくて。ああ、惜しい。キュッとしたい。ああ、ちょっと、ね。ああ、ちょっと、もうちょっと。あ、なんかまじょしたい。あ、そう。なんとかしたいです。そうです。なんとかしたい。ハグじゃなくて。あ、でも皆さん惜しいですね。惜しい。彼女。彼女したいじゃなくて。ハグしたいです。ハグしたいじゃなくて。一緒にいたい。ああ。一緒にちょっと惜しい。もうちょ。なんかその牛を。うん。あの、あれです。キスじゃなくて。牛。今日は正解でした。正解。あ、また正解。イチャイチャしたいじゃなくて、ラブラブしたいです。ラブラブしたいです。当たり。うん。結婚？いや言ってないんです。当たりですね。うん。幸
幸せ、もう満足した。いや本当に、うん、本当に美味しかった皆さんもう満足した。バカブル、バカブルめちゃくちゃまた言われた、え、マザーって今配信してるんですか？配信してますよ。してます、してます。してますし、してます。え、配信してるじゃん。うん。この恥ずかしいってこれ、うん、ちょっともう私画面にいるえ、え、恥ずかしいと言われました。いやここに小豆の方がいるの、うん、もしなんかちょっと増えたなって思ったから、まあ、じゃあ配信終わったのかなって思ったんですけど、あつきは両方見てますよ向こうでも見られてる。そうですよね、今配信中、うん、出ます。え、配信しないの方がいいですか？まあちゃん、いや、あずきいっぱいいるよってあ、両方で、両方で、うん、公開イチャイチャ、そうですよ、うふ、コメントしました、コメントしました、今見られてます、恥ずかしい、恥ずかしい、見られてます、あ、あ、うん、こっちも照れてる、そう、うわ、まちゃんの、うん、声もこっちに届いてます。届いてる恥ずかしい、届いてる、届いてる。でも実際ありますね、なんか7秒10秒くらいの実際、そう、結構7秒くらいの時差あります。なんか今言ってると言ってること7秒もう一度聞いちゃうああほとんどうさぎそう、うさぎ、うさぎ。じゃあ私もピスケ、でもピスケはもうちょっと茶色になっちゃって、ごめんごめんなさい、なんか最近ちょっと茶色、なんかプリン食べ過ぎで茶色になりました、ピスケはね。うさぎの手がかわいい、このうさぎ大きいですね、ピスケより。めちゃくちゃ大きいですね。あれすごい、結構あれだね。結構時差が。そうですよ。結構時差ありますよね。顔が隠れてる。じゃあピスケありますねって。ありますよ。うわあ。時差ってる？うん。そう7秒くらい。声が遅れて聞こえてくる。うん。
ここの小豆結構いますね。名前見たら、はあ、そう、ちょうどラブラブできるなんて世界一の幸せ者だ。そう、本当に幸せ、もう満足、今日の一番幸せ、もう幸せ者です。腰の会話、うん、声が充電してる、そうだね、わー嬉しい。あー本当に今日は早朝の配信に行って、何やったよね、もう幸せになりました。うん、うん、うわ、二人の正解、嬉しい、いや、ヒカルファンも皆さん嬉しいですよ、喜んでます、はい。私も本当に嬉しいです、ありがとうございます、本当に、うん、本当に嬉しい。はあ、我々は何を見せられてるのだろう。見せられてる、ただねえ、ただ今日の配信見たい、本当に最近あ全然会ってないんです、最近本当に寂しい、うん、なんかカマチョできる人もいない、今日もいない、寂しすぎて、なんか本当にあーと思った。そう、確かに全然投球してみたら。エクスペリア音拾いすぎなんで。うん？何拾すぎ？うん。ちょちょで一緒に住んでみよう。でもね、蝶がもし私の家に泊まりに行きたかったらいつでも OK ですよ、 OK 丸。でも私の家遠いんですけど、 OK 丸。でも私引っ越した時は蝶が助けてくれました、うん、だから私の家、最初来てくれた人は蝶です、うん、一番目、うん、ね、そう、最初、うん、付き合っちゃいなよ。すごい、他のなんかいっぱい一緒に住んだら
緒に住んだら一緒に住んだらいつでも来ていいですよふ一緒に住むしかで私の家ってこと？え？どういうこと？部屋たくさんある？ん？どういうこと？部屋たくさんある？そういえばそれではお姉さんはお姉ちゃんはもう帰ったよ。ただ遊びに行っただけ1週間くらいだけ。超超料理配信してほしいなうん。まさに 4LDK いえそんなことないんですよそんなに多い部屋いらないんですよ4LDK いえないんですよ。部屋は一つ、うん、部屋は一つ。そうね、100回目、100回目100日目100回目が、すごい、100回目が、そう100回目おめでとうございます。100回目ちょっと明日は101回目だからプロポーズかなってドラマ？記念すべきラブラブ配信になった。あーごめんなさい、あの蝶のファンの方ごめんなさい。私だった蝶に会いたくて配信見た。だっけもうはい、すみませんでした。ラブラブしました。はい、全然オケマルって言ってくれました。はい、わかりました。嬉しい。同じこと言ってる？おけまるね。優しい本当にね。今日の君誰も見てくれて、なんか君誰の前 LINE してくれてめっちゃあちょうと思った。なんか最近本当に全然会ってないから本当にもうめちゃくちゃ寂しい。
お互い星な泣き合う？本当？ぜひ早く会ってください。でも最近全然ないんです。最近一緒になかなか一緒に仕事してない。コメントで会話 だよね。そう、最近全然会ってないんです。蝶がコメントしてきたよ。本当？星の声聞いた 優しい本当に優しい。途中はね、みゆぽんさんが「蝶が見てる」って言ってた 言ってた ああ見てくれたなと思って。感動しました。本当に見てくれたんだ。恥ずかしい。あと5分そろそろかな。あと5分がそろそろかな。ランキングいきます。じゃあ今日はラブラブ配信はここまでです。30分間ラブラブして幸せ今度またラブラブ配信しましょう。じゃあそろそろランキングの方に行きますよ。バイバイ。にゃー。じゃあそろそろランキングですよ。うわっ。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、配信見てください。あ、ちょっと待ちゃり隣、運命だ隣。うふ、じゃあそろそろ終わりますよ。ランキングの時間ですよ。そう、隣をスクリーンショットする。じゃあそろそろ終わりますよ。あ、じゃあ、バイバイ。自分の声切っちゃった恥ずかしい。じゃあ今からランキングを読み上げます。時間はちょっとギリギリ、めちゃギリギリ、ごめん。
じゃあ今からランキングを読み上げます。13位はゴンダ、ありがとうございます。12位はメルさん、ありがとうございます。今何時？うわ時間やば、ラブラブしすぎ。じゃあ続きます。11位はタカさん、ありがとうございます。10位はシギさん、ありがとうございますあ、じゃあ次9位はアサマさん、初公演2周年おめでとう、ハート、ありがとうございます。もう2年だ。え、ちょっと待って、私さっき2年って言った？あ、合ってたよね、合ってたね、大丈夫だった？ OK。 え、あ、ちょっと眠いから、だからさっき何を言った、ちょっと2年合ってる、なんか2周年が2年合ってる、あ、よかった、2周年おめでとうで言ったらやばいじゃあ続きます。8位はヨッチさん、ありがとうございます。マッチャリン神押しで、ありがとうございます。じゃあ、え、ちょっと待って、やばい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 、本当にやばい。じゃあ続きます。7位はひろきちさん、ありがとうございます。もう来た、やばいやばいやばい。6位は朝香さん、ありがとうございます。朝香さん。じゃあ5位はリニアさん、ありがとうございます。リニアさん。4位は清丸さん、清丸、あ、かっこあつき、ありがとうございます。じゃあ3位は12回目の17歳の竹広さんです、ありがとうございます。さっきの君誰も。じゃあ次2位は10位、ありがとうございます。初公演2周年おめでとうって、ありがとうございます。じゃあ1位、あつきの行動部はマチャリンに感心された、怖いけど幸せ、何、怖くないですよ、ありがとうございます。